清水義人は日本海軍の軍人、海兵60機、最終階級は海軍少佐、戦艦山和の沖縄渡航に従事した乗組員における生存者の一人だった。広島県呉市出身。早くして両親を失い、兄弟と共に東京の親戚宅に身を寄せるが、関東大震災で被災し再び呉に戻る。1925年。 広島県立五中学校に入学し、引き続き規定より早く飛び入学で4年から海軍兵学校に60期生として入学。卒業後練習艦隊の八雲で渡米したことを皮切りに、高尾、不相、伊鈴、妙高、暮れた甲府、三日月、追い風、朝雲、大鯨、立田、岩手といった様々な艦に勤務した。 1944年、阿武熊に副長兼法術長として乗り組む。10月の非等決戦にて阿武熊は撃沈され、2時間、まり海を漂流し救助された。1944年12月、大和第10分隊長となる。1945年4月5日、大和は連合艦隊より沖縄海上特攻の命令を受領した。午後3時、 総員集合の命を受けた清水は、全甲板に駆け寄り、副の野の村次郎中佐から差し出された電報でこの命令を初めて知った。翌日午後3時20分に大和は出港。海辺近くに桜サクサクラはまさに満開で、清水は、祖国の最後の見納めとその光景を、双眼鏡で眼中に焼き付けた。翌4月7日12時32分、敵艦砕起の大軍が襲来した。 その直後敵機が四角の後方から急降下し爆弾を後部式書に直撃させた。この攻撃で後部副方式官の薄渕岩尾隊員が戦死した。自身のいる前将郎が真っ先に狙われると思っていた。清水は薄渕に戦死後の全部副方式を任せるつもりであったため彼の死を無念に感じた。ヤマトは第一波で被弾したものの前将郎の被害は皆無で、 速力も衰える様子がなかったため、清水はこの調子ならば沖縄まで行けるかもしれないと希望を抱いた。だが、第2波、第3波と立て続きに起こる攻撃で、被害は累積し、ついに艦長、ありが工作大佐より、総委員隊官の命を受けた。清水はそばにいる指揮所員らに、死に急がず、浮いているものに捕まり、一人だけで退却しないよう、指示した。 やがて左限に命中した魚雷により傾斜は急激に拡大し、清水は指揮所に踏みとどまったまま水に浸かった。海中へ脱出後に振り返ると、大和はすでに左限に大傾斜して赤いカンバラがあらわになり、その上で10人ほどの乗組員が整列して万歳を叫んでいた。その途端、大和は大爆発を起こし、清水も海中に巻き込まれた。やがて清水が浮き上がった時、 脱出直後には、大勢いた生存者は、付近には、吉田光章以来約10人ほどしかいなかった。清水は彼ら漂流者を呼び寄せ、お互い励まし合いながら、漂流を続けた。2時間後、駆逐艦、冬月に救助され、翌朝佐世保に帰還した。連合艦隊司令部へ、戦闘商法を書く際、生存者仲裁先人である副長の野村。 自郎大佐は重傷を追い人に耐えれなかったため、自席であった清水が記した。清水は、従来の戦闘商法には見られない激しい文章で、参謀部の立案した作戦を断罪している。その際、清水は、懲罰を覚悟で書いたという。ただ、第二艦隊参謀長、森下真江少将、副長、野村自郎大佐も確認したが一文字の削除も、一行の追加もしなかったという。 また、清水は懲罰もされることはなかった。一家が、その抜粋である。特攻部隊の使用に、通り手配管に休止に一生の作戦ありとても、目的関水の童定によって破砕も合理的にしてかつ、自主的なる熟細密、なる計画の下に極力生産ある作戦を実施、する弱りし皮膚的作戦ある派生略的、作戦に出し基調。 なる作戦部隊を犬地にせしめざること特に、寛容なりその後、山口県屋内にて、最後に残った数隻の駆逐艦を寄せ集めて、編成された第31戦隊の法術参謀となり、駆逐艦、下月二上艦。再度の出撃に備えつつ、終戦を迎えた。1946年3月まで、福音事業に従事し、妻の実家のある愛知県で農場開墾。 製爆工場や倉庫業を営んだ2008年死去去去年96勘立ち P279 勘立ち P281 勘立ち P282 ありがとうございます。